どうも金村先生、ご紹介ありがとうございました。過分なご紹介ありがとうございました。<laughs> えっと、菊池です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、えー、大阪大学には、ずいぶん長いことお世話になりました。えっ、ー、と、このような機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。えー、今日は、まあ、あの、割とガチで研究の話をお話しますけど、途中に、あの、誰でもわかる話があります。あと、まあ、でも、考えてみると、物理の方にもなじみのない話が多いかなと。 思います。学際計算ってなんかそんな感じです。えー、それで、えー、一応こんな、えー、予定を考えております。えー、と一応はその、えー、なんていうんですか、最終講義なんで昔の話もしといた方がいいんだろうと思いまして、えー、とお約束ですから、一応学際計算物理学の機能ということでまあこれまでの話をちょろっといたします。それから、えー、とまあ大学とはほとんど関係ないんですけども自分にとっては 大きな出来事だった東日本大震災と放射能と私という話をインタルード的にちょっとだけお話ししますそれから最後に学際計算物理学の今日と明日ということで最近の研究についてお話しいたしますレアイベントサンプリングと生命の進化の話をしますでおまけとして最後にこれからのことをお話しますけど、まあ、大したことはないですそれで,では時間ないのでサクサクと進みますまずは学際計算物理学の機能ですね でえっと、経歴今あの金村ん校長からお話しいただいたりあまり付け加えることないんですけども、えー、っと僕は、えっと、1983年に東北大学の博士課程に進学しました、えっと、森田明先生という、えー、半導体の理論の先生の研究室ですただ、えっと、実際に研究室をしてくださったのは当時助手で、えっと、その後あの都立大学の助教,あ教授になられた岡部豊先生でしたで博士論文のタイトルは「モンテカルロ法による臨界現象の研究」これで、えっと 学位をいただきました。で、それから10ヶ月ほど無職を続けておりまして、えっとその後金森淳次郎先生に呼んでいただいて、大阪大学のえっと物理学科の助手になりました。えっと僕は実は金森系の最後の助手になります。えでそれからしばらくして、えっと金森先生からあの菊池さんもそろそろ外国行きなさいよと言われまして、えっとドイツのマンツ大学のクルトビンダー先生に手紙を書いて、えっとマックスプランク研究員としてドイツに呼んでいただきました。 えっと、クルドビンダ先生はもう計算物理学の大歌で、えっとまあ、その後ボルツマンメダルをえっと受賞されましたで帰国したらもう金森先生はあの、えー、半田の総長になっておられて金森県亡くなってましたで、えっと、それからしばらくして阿久津研究室ができて僕はそこの助教授になりましたえからえっと2000年にサイバーメディアセンターができるときに物理学専攻からも人を出すんですけど行きませんかと誘われましてあそれは面白いかもしれないなと思ったのと そそれから多分その頃からサイバーーメディアセンタっって名前だったと思うんですねで僕は SF のサイバーパンクっていうあの分野が好きなのでサイバーかっこいいじゃんとた多分そう思ったんですそう思って <laughs> えと、えー、とサイバーメディアセンターに移りましたでその時、えー、と一緒にあの助教授として移られたのが今名古屋におられる時田敬一郎さんで,で時田さんが、えー、と転出された後は、えー、吉野一さんが准教授として着任されました で、僕はまあ2000年から2024年までですねえ。本部がサイバーメディアセンターでえっと兼任として、えっと理学えっと物理学専攻にえっと長い間お世話になりました。で、今日に至るというわけです。で、これまでのちょっと研究テーマ。 もう本当に何て言うかどちらかって言って脈絡ないんですけれども、えー、論文になったものだけテーマだけですね論文を一緒に書いてくださった皆さんの名前と一緒にまあご紹介、えー、並べてみましたすいませんどなたか落ちてたら本当に申し訳ありません。えーっと でドクターの時に古典スピン系のモンテカルロシミュレーションというのを始めましたあのちょうど僕がドクターの時に東大にスーパーコンピューターが入,る入ったのをはじめとして大学にスーパーコンピューターが入り始めたので僕はスーパーコンピューターを使ってその計算物理学をやった多分最初の世代になりますでそれから量子スピン系に手を広げてで僕が助手になった時に頃にえっと 高温超伝導体が話題になりましたのでスピン二分の一の、えー、と正方向子反響自生体となどもやりましたそれから、えー、とビンダ先生からは公文書をやるなら来てもいいよと言われましてじゃあ公文書やろうかなと思って、えー、とドイツに行きましたまあ、ある意味その無理やりテーマを変えたわけですけど、えー、となんていうのかな自分のテーマを広げていくという意味か研究分野を広げていくという意味からはこう,いうなんていうこういうチャンスは逃さない方がいいんだろうなと考えています、えー、とこれはは僕にとっては大変…あの 貴重なな経験になりましたそれから帰国していろいろやってたんですけれども、えー、と今宇宙地球におられる湯川聡さ,さんがまだ学生の頃ですけど、えー、湯川さんとそれから佐賀大におられる田崎新一さんと,、えー、と交通流のの物理学の研究を始めました。でちょうどその日本中であのいくつかのグループが交通流の物理学の研究を始めていた頃で、えー、例えばその、えー、と名古屋大学の杉山さんなんかそうなんですけれども、えー、とそういう人たちと一緒にこれはえっ、ー、と 最終的には非常に大きな研究グループになりました。これについて後でお話しします。それから、えっ、ー、と、タンパク質ですね。同時にタンパク質も、えのー、生物物理学も始めました。これは最初は、統数研の伊波幸人さんとか、それから学生だった、えっ、ー、と、今、明大の知見次常司さんなんかと始めたんですけれども。えっ、ー、と、これは本当にたくさんの学生の方や、えー、ポスドクの方がいろんな研究をしてくださって、えっ、ー、と、いろんなことをしました。 で本当はなんか大きなビジョンはあるんですけど大きなビジョンあったんですがまあ大きなビジョンを論文にするところまではいかなかったけれどもまあいろんな面白いことができたと思います。で振り返ってみると結局初期にはスピン系をやってましたその後は交通流とタンパク質が論文の数で言えば、まあ、大きなテーマだったんだというふうに思います。でそれ以外の細かいテーマなんですがえっと僕は1本だけ金森先生と協調論文がありましてこれはあの神戸大におられる西野智志さんの「 多分修士論文ですよねこれえっ、ー、とそれの、えーかえー、高温超伝導の論文に一、えー、本だけ名を連ねています <laughs> それから量子ラチェットという面白い話もしましたそれからえっ、ー、ともう一つはあのこれはもう今日大のられる勝木篤成さんのまあ99.9%勝木さんの仕事ですけれどもえっ、ー、と砂丘のダイナミックスのえっ、ー、と論文にも名前を連ねました。 それから、えー、と最近はあの遺伝子制御ネットワークを使った、えー、と進化の研究というのをやっております。で、それでは、えー、と一応何か論文ぐらい紹介しと,かしとこうかなということで、えーと、スピン系とタンパク質と交通流について一つずつあの論文紹介します。本当にどちらかあってて何の脈絡もないんですけども、3つご紹介します。で、まず最初、古典スピン系の話です。えー、どうしようかなと思ったんですけど、 せっかくだから僕が、えっと、ドクターの時の研究をご紹介します。これ僕の多分ね、1本目か2本目の論文なんです。で、えっと、テーマ、表面の臨界緩和っていうものなんですが、やったことは表面のある、えー、3次元イージングモデルで、えっと、スピンを全部揃えておいてで、えっと、そこから温度を臨界温度にして、えー、モンテカルシミュレーションを走らせます。 そうすると、えっと、臨界温度ですから、えっと、時間がどんどんどんゼロに向かっていくんですがシステムが不均一で表面があって不均一なので、えっと、左の図を見ていただくと124816と書いてあるのは表面からの距離です。でところがこれをですね表、えっと、時間を表面からの距離でスケールしてあげてそれから時間も表面からの距離でスケールしてあげると右の図のように、えっと、全てのデータが1本の曲線に乗ります。 つまりスケーリング関係が成り立つわけですね。でこのとこの曲線はえっと二つのべき緩和からできていて、えっと時間の短い側っていうのはバルク的なべき緩和なんですが、時間の長い側が表面特有のべき緩和になっています。だからここでえっと非平行からの動的なバルク表面クロスオーバーを発見したわけです。だからこの研究はえっと多分ですねその後えっと非平行緩和法と呼ばれるようになる計算手法の 相当早い例の一つになっています。で、これは僕非常に気に入ってる研究なんですけれども、えっ、ー、とまああの引用数は多くないです。で、これは古典スピン系はこれだけにして、えっ、ー、と次はえっ、ー、とタンパク質の話をします。で、タンパク質もいろんないろんな方がいろんなことをしてくださったんですけれども、今日はえっ、ー、とポスドクだった高木文子さんがしてくださったえっ、ー、とミオシンのお話をします。で、ミオシンっていうのはえっ、ー、と 筋肉を作っているタンパク質の一つです。皆さんがお肉を食べるときに食べているものの一部、はミオシンです。で、えっとミオシンは、あ、タンパク質というのはアミノ酸がつながった紐ですけど、ミオシンはその左の絵のように、えー、体の中でまあこれ卵型の、えー、と形になります。で、これが頭と呼ばれる部分で、この先に長い足がついています。で、こ,ううこの頭に ATP という分子がくっついて、それが ADP とリン酸に乖離して、それが出ていったときに頭と足の角度がキュッと変わります。 キュッと変わった時にその力を出すどういう力を出すかって筋肉を縮める力を出しますでこういう動くタンパク質なんでこれモータータンパク質といわれるものなんですけれども、えー、とこれの構造変化をシミュレーションで再現するようなモデルとして高木さんが、えー、とデデアルモデルゴモといいうものを考えてくださいました、えー、とこれがまああの絵なんですけども左側が、えっとえー、ATP AD も ADP もついてない時の形で右側の,の丸いところが ADP ですね でこの2つでその先についてる足の形が違うわけですでこれをそのデュアルゴーモデルという簡単な、えー、と簡単という意味はアミノ酸1つを丸1つにするぐらいの右の絵のように簡単化されたモデルなんですけどこれを使ってシミュレーションしたのがこれで、えー、と2つ線が書いてありますえっ、ー、と下側は ADP っていうのがついてるかついてないかを表していて途中で ADP が外れちゃっていますだから上側の線は、えー、と構造を表していて で構造ガガタガタししててるんでですす。けど、途中で大きく構造変化してますここで足とあの頭の角度はキュッと変わるわけですねでこれ見るとまあ ADP が外れるのと同時に構造変化してますけども基本的には ADP が外れてから構造変化しますじゃあそれはどうしてですかというのを考えてみるわけですで ADP が外れるとですね ADP がついていた部分っていうのがすごく柔らかくなって構造がこう揺らぐようになります だからその構造揺らぎが原因でそこから離れた場所にある足が動くんではないかアロステリー効果ってやつですけどもそういうことが起きるんではないかというふうに仮説を立ててじゃあ ATP 結合 V はもう揺らがないんだよそこの形をもう決めちゃったんだよってシミュレーションをやったのが上のたくさん書いてある線です。で ATP 結合 V を止めちゃうと構造揺らぎを止めちゃうと構造変化は起きない。で一個だけけ構造変化してる絵がありますけれども これは ADP 結合部位の構造揺らぎを許したものですだから構造が揺らげばそれによって足が動きますねということを示しましただからこれで我々はこのシステムにおける ATP なり ADP なりの役割っていうのは結合部位の揺らぎを止めることによって構造変化を制御しているものですという仮説っていうかシナリオを提出しました これは僕は今でも正しいと思ってますしこの研究は大変面白いと思ってるんですけどまあまあ例によってその引用数はそんなに多くありません。えー、タンパク質はこんな話で、えー、一つおりにしましてえー、今度は交通渋滞の話もします。で交通渋滞もいろんなことやりましたあのモデルとかあのシミュレーションとかいろいろやったんですけど今日は、えー、実験のお話をします。で,でえー、っと交通渋滞の実験の話です。でここに書いてある、えー グラフは何かというと、えっと、道路高段からもらもってきたデータですで一つ一つの点はですね、えっと、高速道路のある場所での5分間での観測を表していて横軸が、えっと、その5分間の平均の車の密度それから縦軸はその5分間に車が何台そこを通っていったかっていう台数を表しています。で一点一点が5分を表していてこれは一月分のデータを全部まとめて一つのグラフにしたものです。で えっと左側にまっすぐな線がありますよね。でここはえっ、ー、とすべての車がだいたい同じ速度で走っているということで、まあ車自由に走れますねっていうことです。ところがそこから右側密度が上がると急に振る舞いが変わって、今度は密度が上がるにつれて走れる台数が減ってくるっていう現象があります。だここ交通渋滞が起きているわけです。でこのグラフを見るともう物理学者はこれは相対位だなと思いますよね。 でえっとパラメータは横軸ですから密度ですよ。よだから密度をパラメータとする想定に違いないと思うわけです。で交通渋滞というのは一般にはまあトンネルの手前とか坂道の手前とかで起きるんだけど、あんまりそれ本質じゃなくて密度を変えたときに想定にするというのが本質だろうというふうに考えられます。で実際まあモデル作ってその数値計算するとそういうことは起きます。だからそれでいいんですけれどももうせっかくだから実験しましょうというのはこれでえっ、ー、とこれが最初の実験です。 でえっと、校庭に大きな円を描いてそこにちょうどこのサイズで二十何台かの車を並べてただぐる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 回ってもらいましたよそしたら勝手に交通渋滞起きちゃいましたよっていう論文です。でこの論文は、えっと、杉山さんが筆頭著者の二20 2008年の論文ですけれども、えっと、10万回以上ダウンロードされていて Web of Science 調べで456回サイテーションされているので、えっと、まあまあヒット作だと思います。 ただ、えっと、この実験よりもこの次にやった実験の方がよくコントロールされているのでそちらをご紹介します。えっと、これが2度目の実験でこれは田崎さんがヒット調査で2013年に論文出てるんですけれども、えっと、名古屋ドームでやりました名古屋ドームを借り切って、えっと、そこに円を描いて全く同じ種類の車を並べて走らせるで車の台数を変えて何度も何度も実験しますよということをしましたで面白いのでこれはもうビデオ見てください。えーっと。 これ今ぐるぐる回って走っているところです。結構こう大きいところで、えー、の結構大規模な実験です。で、こう見てると、だんだん今多分ね、右側のあたりに交通渋滞が始まります、えー。だんだん詰まってきたかなっていう雰囲気がわかるかなと思います。えっと、車は上から見てはん、時計回りに回っています。で、その交通渋滞、あ今み右側渋滞できましたよね。 でこの渋滞している領域はどうなるかというと渋滞の前から車が出ていって後ろからくっつくので実は交通渋滞は車の進進行方向と反対に進みます、えー。今斜め右ぐらいがちょっと渋滞気味でもうちょっとすると,、えーとえー、後ろちょうど向こうぽい面というかな向こう側が渋滞します今ぐらいがそんな感じですねそれから、えー、と渋滞領域は右にあ左に移す ていて、だから車の進行方向と反対に流、渋滞部分が動いていって、えっ、ー、と今多分左側ぐらいがえっと渋滞してるってもうすぐえっ、ー、と手前が止まるんでよくわかります。まあ四五台止まりますよね。こういうふうに交通渋滞は後ろ向きに流れていくということがわかります。で、この実験でさまざまなあの車の台数を変えながらやった実験で。 えっと、さっきの高,高速道路のデータと同じように、えっと、ある場所で密度とそれから何台通っていったかを測ってブ,ブブブブってこういろ,んないろんな台数で実験したやつを一つのグラフにまとめるとまあなんかこんな感じになってこれは大体高速道路で観測されるのと同じですねとだからやっぱり、えっと、交通渋滞ってのは密度をパラメーターとする想転移ですねというのを、まあ、実験的に検証しましたよという話で、えっと、面白い話だと思います。<laughs> えー、というわけで、えー 何だっけ過去の研究の話はここまでほんとにどちらかって話なんですけども、えー、それで一応話題をガラッと変えまして幕張として東日本大震災と放射能と私という話をさせてくださいここから全然物理じゃない話をしますえっと今日ちょうどあの3月11日で13年前の今日あの東日本大震災がありました で僕は統計数理系、立川の統計数理研にいて統数研から動けなくなって、えーとまあ、統数研のテレビで、えー、津波の様子など見ていましたでその翌日ですね、えー、と東京電力福島第一原子力発電所の1号機が水素爆発しましたそれから数日の間に3号機と4号機が水素爆発をして、えー、と2号機は水素爆発しなかったんですけれども大規模な放射性物質の放出がありましたそれによる、えー、と放射能汚染が起きました でこれに関してすごくいろんなことがありますいろんなことがあってもう大変なんですけども、えー、と今日は、えー、と外側カウンンターミーミティングの話から始めます、えー、と当時秋葉原に行くと,、えー、と中国製とかロシア製とかの外ーカウンターが手に入ったんですねそれで一般の人たちが外ーカウンターを入手して身の回りの放射線量を測り始めましたこれは非常にいいことだと思いますみんな測るのはとてもいいことです ところが外側カウンターで空間線量を測るというのは結構面倒くさくてですねあの適切に測らないととにかくとんでもない値が出る適切に測らなかった時にちっちゃくはならなくて必ずすごい大きい値が出るんですねでそういう大きい値が SNS なんかで、えー、と広まって、まあ、みんな不安になるというような現象がありましたでそれを見て、えー、とこういうことではちょっとまずいねとせっかく外側カウンターを持ってるんだったらちゃんと測る。 ちゃんと測りましょうというワークショップをしたいですねという話を、えっ、ー、と KEK、e、の野尻美穂子さんとか、それからえっ、ー、と東京芸大のえっ、ー、と八谷和彦さんなんかとしまして、で八谷さんがえっ、ー、と秋葉原に、えー、会場を見つけてくださって、えー、6月11日ですねガイガーカウンターミーティングというのをやりました。で、えっ、ー、とこれえっ、ー、と実際のワークショップは KEK、e、の皆さんがやってくださって、えっ、ー、と僕は SF 作家の野尻浩介さんなんかと一緒にえっ、ー、とトークショーに出ました。 でこれはたくさんの方が、えっと、秋葉原に集まられたしそれからネットでも中継されて大変な話題になりましたでこれはまあそうですね科学コミュニケーションとかリスクコミュニケーションとかの実践例の一つだと思いますしまたまあ皆さんもご存知と思いますけれども、えっと、物理学者は例えば犯罪を中心とする原子核実験の皆さんは えっと、原発事故直後からもうあの福島の土壌の、えっと原えっと、放射性物質量の測定をもう組織的にされましたそして貴重なデータを出されましたでそれは大変重要なデータなんですねだからそういう組織的な活動がありましたそれに対して僕らはまあ完全にゲリラ活動なんですけどもまあ今思ってもですね組織的な活動もゲリラ活動もどっちも重要だったんだろうと思いいますすみんな何かかしらすればよかったという,ふうに考えています。 で、この後、まあ、お前は物理学者だから放射能のことはわかるだろうと、僕、放射線専門じゃないんだけど、放射能のことはわかるだろうということで、いろんな方に頼まれて、えっと、すごい小規模な放射線の勉強会を何回もやりました。えっと、ジャーナリストの方相手だったり、市民運動の方相手だったり、ごく一般の人相手だったり、ミュージシャンの人たち相手だったり、えっと、関西でやっただけじゃなくて、東京にも何度もそのために行きました。で、えっと、それから2012年、翌年、 外側カウンターミーティングを今度は福島でやりましょうという話になりまして郡山と福島で7月に外側カウンンターミーミティングがありましたこの時には、えっと、秋葉原の時よりもたくさんの物理学者の方が参加されました、えっと、例えば東大の早野龍吾さんなんかもこれに参加してくださいましたそれから、えっと、漫画家の知り上がり寿さんとかそういう方々も参加してくださって、えっと、割と盛大にやりました。 でこれは今でもあ僕はまた例によってトークション出てるだけなんですけども、えっと、今でもこれ参加してよかったと言ってくださる方がおられるのでやってよかったと思っていますこういう活動は必要だったんだなというふうに考えています。でその後、えっと外話カウンターミーティングにも参加してくださった、えっと、友人でミュージシャンのザバダックっていうバンドの、えっと、ボーカル担当の小嶺晃子さんという方から「えっとえー、ミュージシャンは 放射線についてめちゃくちゃなことを言う人が多いんだと。でだから、ミュージシャンにもわかる優しい放射線の本を作りたいんだというふうに、えー、と提案されました。で、その頃、その書店の書棚の放射能のコーナー、一般向けの放射線のコーナーっていうのは、もう見た方はご存知と思うんですけど、もうめちゃくちゃだったんですよ。ほとんどはもうデマ本しかなくて。 ごくわずか一般向けの本が、教科書とかはちゃんとしたのっいくらでもあるんだけど、一般向けの本はごくわずかで、それこそ、えっと、学習院大学の田崎春明さんが書かれた本とかが、本当にわずかな例外としてありました。で、えっと、この小峰さんの提案を受けて、じゃあ、我々も作りましょう書棚に、あの、まともな本をまた並べましょうと。 ということで、えっ、ー、と、作ったのが、えっ、ー、と、あ、僕の、僕とその、小峰さんの対談をベースに。それに漫画家の岡崎真由さんに、漫画を書いていただいて、作ったのが、この。一から聞きたい放射線の本当という本です。で、これは、今でもいい本だと思っています。え、すごく優しいし、えっ、ー、と、まあ、今も役に立つ本だと思っています。で、この本を、福島県内のすべての高校の図書室に寄付する活動なども、行いました。で、えっ、ー、と、福島とは、まあそ、まあ、まあ、いろいろな意味で、その。 関わりをその後続けていて例えば原発を何度も見に行きましたし、まあ、遊びにも行きましたし勉強会にも行きました、えー、と一例を挙げるとこの左側がですね「えー、くだらな祥助祭」というイベントでこれは漫画家の知りあがりことぶきさんとかミュージシャンの永見潤さんとかが主催されているイベントなんですけどもみんなで福島に集まってくだらないことをしようというイベントです実際何やるかというとたくさんのライブハウスで、えー、とライブをやるんです音楽をやるんですね、えー僕もで 出られるだけ出ています。えっ、ー、と演奏する側なんですけど出られるだけ出ています、えー。こういうのをやったりしています。それから右の方はですね、えっ、ー、とハン病院におられた高野徹さんやそれから福島県立でを辞められたえっ、ー、と緑川さない先生なんかと一緒に作ったえっ、ー、と福島の甲状腺検査と過剰診断という本です。で福島で甲状腺検査が行われていることはまあ皆さんご存知だと思いますけれども、その検査に 過剰診断いいうすごいシリアスな問題があることはあままり知られていないいなと思いますで今日ちょっとそれについて説明する時間はないのでぜひこれ検索して調べてみてくださいで僕たちは、えっと、この甲状腺検査は過剰診断っていう大変大きな問題がある上に何のメリットもないからやめるべきだという提言をしていますそ,のそういう本ですでこの問題はまだまだ、えっと、終わっていませんまだ検査続いています えまあこれからもえっと福島とはいろんな意味で関わり続けていくことになるだろうというふうに考えています。というわけで第2部はこんな感じでじゃあこれが一番長いパートなんですけど「学際計算物理学の今日と明日」というタイトルで、えっと、今最近やってるここ数年やっててこれからもやろうと思ってる研究の話をします。 えっとテーマはレアイベントサンプリングと生命の進化というものです。で物理の方にもあんまり馴染みのない話だと思います。どの道皆さん馴染みがないので大丈夫です。えっ、ー、とそれでですね、まあ内容はこんな感じなんですが、えっ、ー、とタンパク質の研究をしていました。で、タンパク質っていうのはえっ、ー、と二十種類のアミノ酸がつながってできた紐です。で、その紐が体の中でえっ、ー、とタンパク質の種類ごとに決まった形に折れた,たんで機能します。 先ほどのミオシンがそうですね。あの、卵型の形に折れ畳んで、えっと動くわけですね。そういうものはタンパク質です。ところが、えっと20種類のアミノ酸をでたらめに繋い。でもそんなものはできません。ただ、グシャってなるだけで決まった形に折れ畳んだりはしません。だから、タンパク質というのはそのアミノ酸を繋いだ。紐の中では非常に特殊なものです。で、そういう特殊なものはどうしてできたか？っていうのは進化の過程で作られたわけですね。 だからタンパク質を考えていくとやっぱりこうどこかでその進化の話をしなくちゃいけないような気になってきます。で僕は、えー、と今中部大学におられる、えー、と津田一郎さんが奈良、えー、の高等研でずっとやっておられたすごい小規模な進化の研究会に毎年出させていただいていていろんな方から進化の,あの研究の話を伺っていました。そそそれこそ金子いいさんんととかいろんな方の話を伺っっていましたでそうすると、うん、やっぱり こう研究生活僕も研究生活の最後は見えてた時期もうあと十何年とかで見えてきたのでやっぱり研究生活の最後の10年ぐらいは進化の話をしたいなっていうかしなきゃダメだ進化の生物物理をやらなきゃダメだなという気になりましたで実際には10年はできなかったんですけれどもまあ何年かはやってきましたでそういう話をしますでその前に僕たちの研究ではレアイベントサンプリングという手法を使いますのでえとそのお話をまずします でえー、とレアル・サンプリングとはまあその言葉の通りで、えー、と計算機の中で、えー、と何かすごく珍しい現象であるとか、えー、と構造であるとかを作りましょうという手法の、えー、総称です。で、えー、と僕たちはその中でも特にまあ拡張アンサンブル・モンテカル法といわれる一連の手法のその中でもマルチカロニカル法という手法を、えー、と基本的には使っています。 で僕がその拡張アンサンブルの道に入ったきっかけは、えー、統計数理研の伊庭行人さんに大昔に誘われたのがきっかけです。伊庭行人さんは、えー、と日本の拡張アンサンブルの伝道者とも言うべき方でもう偉大な方でですね、えー、と僕を含め僕の周りには伊さんの影響を受けた人がたくさんいます。で,でその中でマルチカノニカル法です。 でこれはも、えっともとは古典スピン系の、えー、想定一時装填位を主に、えっと、議論することを念頭に考えられた、えっと、バーグとノイハウスによって92年に提唱された方法ですが、えっと、モンテカルロ法を使ってエネルギーの全領域にわたって均等にサンプリングしますよというものです。それによって珍しい状態もサンプリングできますねということなんですけれどもこれがやがて、えっと、エネルギーだって別に本当のエネルギーでなくていいじゃんと。 えと何でもいいからエネルギーと見なせるものを定義しさえすれば、えー、とそれを使ってそれ,をそれについて均等にサンプリングできるそれによって、えー、とこの方法は全然物理的じゃない系にも使えるねということが分かるようになってきましたええー、知られるようになってきましたええー、レビューとしては、まあ「伊庭斎藤北島」とか、えー、読んでください斎藤さんと北島さんはうちの学生だった人です、えー、それでじゃあ気持ちだけお話ししますえっ、ー、とこれマルチカネカル法で実際にまあ12分計算しただけのものなんですけれども、えー ももものは 16×16 16イジングモデルといいうもう,もう,もうおもちゃみたいな系ですで、えっと、左側の図、えっと、横軸がエネルギーで,で縦軸は各エネルギーの値がそのシミュレーションの間に何回サンプリングされましたかっていうのを表してるんですけど見るとまあ大体平均均等にサンプリングできてますよねだから両端もちゃんと出てますでこれが出ると何が嬉しいかというとエントロピーが計算できます で横軸右の図がエントロピーで横軸をエネルギーとして縦軸エントロピーなんですけどエントロピーが一番高いエネルギーゼロのあエネルギーのスケールは全然間違って真ん中ゼロですすいませんえっ、ー、と軸が間違って <laughs> えっとゼロ真ん中ゼロですでゼロのところのその一番エントロピーが高いところから、えっと、状態2つしかない両端までちゃんとサンプリングできてだからすごい状態数が違っていてもサンプリングできるねということです。 じゃあこれを非物理系に適用するとはどういうことかという例として魔法陣を数える話をしますこれは今国会図書館にいる北島昭雅さんが計算してくださったものです魔法陣というのはですねこれですこれが三次の魔法陣一から九までの数を正方形に並べてですね縦も横も対角線もどこを足しても十五になるようにしなさいというふうに並べたものです で実は3次の魔法陣これ1種類しかありませんあとはこれの回転と裏返ししかありませんで4次の魔法陣は880通りありますそれから5次の魔法陣は2億7500万通りありますでどん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 増えてくるんですねじゃあ数をでたらめに並べた時にそれがたまたま魔法陣になる確率はいくらですかという問題を設定しますで実はその確率を計算するっていうのは物理的にはエントロピーを計算することと全く等価なのでこれマルチカノニカルでできるじゃんと。 いうわけですね。そこで我々は魔法人道、魔法人との近さを表す魔法人道という量を導入して、それをエネルギーとみなして、それに関して、えっ、ー、と、マルチカノニカル計算をしました。えー、結果が左の図、図で、えっ、ー、と横軸が次数でた、縦軸が、た、でたらめに数を並べてたまたま魔法人になる確率です。これはで、縦軸ログスケールなんで、これ見ると、魔法人は次数とともに、指数よりも早く珍しくなるということがわかります。 で実際に計算した結果は30字の魔法陣は 6.6×10 の2056乗個ありますよということがわかるこれはとんでもなく多いですよねボル、えー、とアボカドロスなんか目じゃない量ありますそんだけあるそれでだけど1から900までの数をでたらめに並べてそれがたまたま魔法陣になる確率というのは実は 7.8×10 の二2 1 3乗しかないこちらものすごく珍しいんだというわけです だけど我々の方法は、えー、とそれを全部ちゃんとサンプリングできる10のマイナス213乗ぐらいのものもサンプリングできるんですよということですじゃあ、えー、とレアイベントサンプリングの話は一旦これでおいて今度は進化の話をしますあごめんこれが見せるの忘れてたこれが一、えー、から九百までの数をランダムじゃあ1から900までの数を並べて作った魔法陣の中からランダムサンプリングした一例です足せばちゃんと魔法陣になっています <laughs> でそれから今度は進化の話をしますね、えっと、さっき、えっと、進化の話をしなきゃいけないしなあと思ったという話をしましたで最初はタンパク質の進化をやりたかったんですねタンパク質やってたからタンパク質の進化をやりたいと思ってたんですけどもいろいろ考えてたんですけどなかなか考えてるばっかりでなかなかこう進まない実際の、まあ、試行錯誤もやってたんだけど成果は全く出ないという状態が続いてましたでそんなある日 多分そんなある日でいいと思うんですけども、えー、と金子邦彦さんがこんな左側のような本を出されました「普遍生物学、えーと」最終講義で人の本を紹介するのはどうかと思われると思うんですけどもこれはいい本なので紹介しておきます。で、えー、と不変性物学このタイトルぐっときますよねでここで、えー、ともう完全に金子さんの受け売りですがこの「普遍生物学」という言葉は SF 作家の小松左京が1968年に SF マガジンに連載した「次ぐのは誰か」という小説の中に出てくるもので。 およそ生物と呼ばれるものである限り普遍的に持つべき何か特徴性質のようなものを考えましょうという理論生物学の一分野としして構想されましたでおよそ生物である限りっはどういう意味かというと地球上の生物だけではなくて例えば木星の衛星の生物だったりあるいは隣の銀河系遠くの銀河系の生物だったりどんなものにもとにかく生物と呼ばれるものである限り何か普遍的な性質を持ってるに違いないというわけですね。 でえっと、この金子さんのほはいわばですねその小松の構想を実現しましょうというのはマニフェストですマニフェストだから別にこの通りやる必要はないんだけどこの方針的なことは、えっと、ここから、えっと、受け取ればよろしいでしょうでこれを見てうんやっぱりそうだなと,、えー、っとまあ統計物理をベースに生物物理学をやっていくからには一つの生き方はそういう普遍性の探求だなというふうに、えー、思いました。 そこで、えー、とこれですね、えー、と進化のタイムラインなんですけどなんか汚い絵です,すみません、えー、と進化大体こういう感じになっています、えー、昔々どうか歴史上のある時点で自己複製する化学反応系が作られましたでここの部分が普遍的かどうか誰にも分かんないです地球上の生命と木星の衛星の生命は全く由来が違うかもしれませんだけどもそれが生物になるためには必ずどこかで ダーウィン進化が始まらなくちゃいけないんですね。で、えっと、ダーウィンの進化しか、えっと、生命あるいは生物を作り出すメカニズムはありませんというかないはずですだから、えっと、ダーウィンの進化であらゆる生命はダーウィンの進化,進化で作られたはずである。だからその生命の普遍的性質を考える一つの道はダーウィンの進化にの持っている性質はどういうものかを考えることでしょうというふうに、えー、考えました。で まあ方針ですね、えー、と計算機の中で進化をやろうと思ったら進化シミュレーションというのをすればいいですシシミュレーションすすればいいですそうすると,、えーとまあ、進化はどんなものが出てきますかっていうのは分かりますただそれがですね進化だから出てきたのか全然別の作り方でも出てくるものなのかっていうのは進化シミュレーションしただけでは分からない何かと比較しなくちゃダメなわけですで比較対象となるべきものっていうのは例えば細胞のモデルで言えば もうランンンダムサンプリングした細胞ですよ細胞のモデルでそのモデルをランダムサンプリングしてその結果と進化でできたものを比較すればいいでしょうというのはすぐ思いつくことなんですがえっとランダムに本当に作っちゃうと大抵のものは何の機能も持たないものができてしまいますで環境によく適用したものってまれなのでそんなものはランダムサンプリングでは普通は作れないでも我々にはランダレアイベントサンプリングがあるではないかというわけです だからレアイベントサンプリングを使って、えー、と比較対象形を作ってそれとレアイベントサンプリングで出てきたものと進化シミュレーションで出てきたものを比較すれば進化とはどういうプロセスなのかというのがある程度明らかになるのではないかというのが我々の方針です。そそれでででででマルルチカカノニカル法進進化化のの脈脈ううい意味使った研究は多分こんな感じで一番最初は 僕が知る限りおそらく今広島大学におられる斎藤蓮さんがされた斎藤菊池っていう論文が2013年にあるんですけどおそらくこれが最初だろうと思っていますこの前に多分ないと思いますでここではまあ非常に抽象的なネットワークモデルですけど一応バイオロジカルネットワークを念頭に置いた計算をしましたでその後、えっとしばらくしばらく明けて、えっと、学生だった永田慎太郎君が今度はえっと もうちょっとリアイティックな、えー、遺伝子制御ネットワークに対してマルチカノニカル法を計算したそれから、えー、とやはり学生だった金子忠宗くんが今度は今言ったように、えー、マルチカノニカル法の結果と進化シミュレーションの結果を比較しましょうねという、えー、と計算をしてくれましたで今日これからお話しするのはあの僕が一人で地道にあのなんていうかしょぼしょぼとやってる計算なんですが、えー、と去年アーカイブに出ています 去年アーカイブに出てるんだけど、えっと、まだリジェクトされているので、論文になっていません。えー、見たい人はアーカイブ見てください。いや、あの、必ずどっかに出します。もう、アーカイブに出した以上、必ずどっかに出しますが、まあ、某雑誌からは今、リジェクトされているという話をいたします。変異に対する眼検性による表現形選択。 えっとそれで、えー、っと話はこうです、えーっと。ダーウィン進化の一番簡単なあの形というのは、えー、遺伝子に突然変異が入ってでそこから生まれた個体が環境に適応していれば残るし環境に適応していなければ死んじゃうよと選択が働きます。らそういう変異でというのは一番単純なダーウィン進化のシナリオです。 でえー、とそれはそれでいいんですけども、えー、とそうすると,、えー、とそのものはその遺伝子遺伝子型遺伝子の並び方はまあ遺伝子型遺伝子系とか遺伝子型とか言うんですけどその遺伝子型はから生まれたものは確かにその環境に適応してるんだけどちょっとでも変異が入ると死んじゃうようなものそういうの,いあの変異に対して弱いって言いますけどそういうものっていうのは変異した子供を残せないので自分は生き残ってもたくさんの子孫を残せない。それに対して ちょっとぐらい変異しても生き,生き残るような遺伝子型はたくさん子供を残せるわけですね。そうすると、えっ、ー、とそちょっとでも変異しても生き残れるやつの方がたくさん子供を残せるから、それがえっ、ー、と全体を、えー、支配してしまって、だからえっ、ー、と変異に対して頑健なものが選択されてくるというプロセスが起きます。これは機能とほとんど関係のない選択なんですけども、ダーウィン進化特有の現象として起きます。そこで。 今度はと同程度の機能を持つ同程度に環境に適応した、えー、と形質形質のことで表現形といいますけど表現型とか表現形とか言いますけどが複数あるとしなさい。で環境への適応度は大体同じなんだけれどもそうすると,、えー、と変異に対する眼形数はそれぞれ違うでしょう。そうするとののの同じぐらら、い適応したものの中から 転移に対して眼健な表現型が選ばれてくるというセレクションが働くはずです。でこれは機能とはほとんど関係しないにもかかわらず表現系が選択されるというメカニズムがあるはずです。でそこは予想できちゃうので、じゃあそれを遺伝子的ネットワークのモデルで検証しましょうというのはここでの話です。で遺伝子的ネットワークの説明もしなくちゃいけないと大変なのでもうざっくりとしゃべりますが、 えっと、遺伝子っていうのは、D. N. A. の上に載っている情報です。D. N. A. の上に、いろんな遺伝子が載ってます。いろんな情報が書かれています。で、その情報、何が書かれているかっていうと、タンパク質の作り方が書かれています。で、遺伝子の情報に従って、タンパク質が作られていくことを発現と呼びます。そして、えっと、ある遺伝子の発現を別のタンパク質が、えー、活性化したり。抑え込んだりっていう遺伝子の制御っていうことが起きます。 ところがその発言をその活性化したり抑えたりするものもタンパク質ですからそれもまたどっかの遺伝子からできてきたわけですよね。そうすると遺伝子同士が互いに発言を制御し合う複雑なネットワークが細胞の中にはあってそれによって細胞の中のタンパク質量を調整してそれによって細胞の状態を決めるというメカニズムが細胞の中にありますそういういいのを遺伝子制御ネットワークと言います。 でそれの概念図まあこんな感じですえっと本当丸が遺伝子だと思ってください本当はこれあの DNA の上に乗ってんですよで丸が遺伝子で矢印がその制御関係を表しているこういう概念図でこういうおもちゃ的なモデルを考えてでこいつにうんと適応関係の適応度っていうのは適当に定義してあげますそれで,で我々が使っているモデルは実はえっと三つの区別できる表現系を持つことが分かります、えー、まあ、そういうふうに作りました。 でそれが何であるかは今言わないんですが、えー、とそうするとさっきのシナリオが成り立つ可能性がある。ということでまずはですね左の図が、えー、と何かというと横軸が適応度で、えー、と縦軸が、えー、とその適応度を持つそのネットワークがどれぐらいの種類ありますかっていうのを書いていて、えー、と適応度の高いやつはものすごくレアになるわけですね。 で右側の図はマルチカノニカルでその3つの表現形が横軸適用度で3つの表現形がまあどれぐらい出てきますかというのを書いたもので、えっと、青とオレンジと緑の3種類の表現形があるんですけども、まあ、入れ替わっていくように見えますけど例えば0.9ぐらいの適用度のところだと一応3種類の表現型が出てきますね。じゃあこれを、えっと、進化と比較しましょうというのはこれで、えっと、3つの表現型それぞれについて進化とマルチカノニカルを比較しました。 で、オレンジの線はちょっと忘れていただいて、青い線がマルチカノニカルで、緑が進化です。だ一番左側の形質だと、えっ、ー、と、もうマルチカノニカルではもうなくなっているのに進化では結構あるね、ということになる。それに対して一番右側の形質は逆で、マルチカノニカルでギューッと増えてるんだけど、進化させるとほん、非常に少なくしか出てこない。だから、ものすごく発生、あの、出現が、えー、と抑えられるような形質がありますよ、というわけです。で、これがさっきも言ったように、えっ、ー、と、 変異に対するがん検性によるものかどうかを調べるためにこれぞそれぞれについて変異に対するがん検性を調べましたでこれは、えー、とどうやって調べたかはさっておき、えー、と図の左側に行くほど変異に対して強くて右側にいくほど変異に対しては弱いものですで一番左の形質は一番目の形質はまあ分布はほとんど変わらなくて、えー、と量だけは増えるところが一番右側の形質を見ると,、えー、とマルチカノニカルで調べてみるとすご,いすごい長く引いてるのでえっ、ー、と 変異に対してものすごく弱いものがたくさんあるんですね。だけど、進化させるとこの緑色なので、それ変異に対して弱いものはザーッと淘汰されてしまって、変異に対して強いものしか残らない。だからこれがさっきの3つ目の形質が、進化ではぐーっと抑えられる理由ですよということになります。だから、変異に対する眼検性による表現系選択っていうのは確かに起きてますねということを計算で示すことができました。で、これは、 極めてささやかな結果ですこれは本当にささささややかかな結果ですささやかですはあるんだけれども、えー、とダーウィン進化の一つの特徴というものをこうやってマルチカノニカル法と進化を比較することによって見つけることができましたというものですさあどんどんいきます、えー、と次はタンパク質の話をしますでさっきタンパク質の進化やりたかったと言いましたそれでいろいろ試行錯誤してたんだけどなかなかうまくいきませんでしたえっ、ー、とそして という話をですね、えっと、この間あの2月に就労発表した丸山君が、えっと、M1 の時にこういう話をしたら丸山君が「修士論文はタンパク質の進化をやりたい」と言ってくれまして「じゃあやろうか」ということで、えっと「真剣にやりましょう」ということで、えっと、一緒になってモデルを必死に考えてやったのが、えっと、これからの話です。 でタンパク質はさっきも言ったように20種類のアミノ酸がつながってでできた紐ですでそれがタンパク質ごとに体内で決まった形に折れたたんで機能を実現しますところがですねタンパク質が折れたたむんが折れたたむまえがそれだけでは、えっと、生命にとって何らいいことはないわけです折れたたむんが関係ないですよ折れたたむんは折れたたむまがそんなことはどうでもいいわけですよ、えっと、生命が必要としているのは機能ですだから機能があればそれは進化するけど 折れ畳むようには進化しないだろう。っていうことですね。だから、選択進化の選択圧になるのはあくまでも機能であって折れたたむことではない。そうすると機能を進化させると勝手に折れ畳むタンパク質ができるというシナリオが考えられます。というか、そうでなくちゃいけないということがえっ、ー、と想定されます。で、この路線は少し先行研究があります。えっ、ー、と笹井正樹さんのグループがされた。仕事とそれからえっ、ー、と坂田。 佐方福島金子っていう論文とかあって少しあるんですけど我々の仕事はそれ,それなりにオリジナリティがあると思っているので、えっと、ちょっと先行研究のことは置いといて我々の仕事の話をします。でこれはモデルを作ってやってみましょうというのが丸山くんの修士論文です。で折れたたむタンパク質ってどんなものですかっていうのはこれは90年代以降のピクチャーで知られるようなピクチャーなんですけれどもまあ元を正せば70年代の郷信弘さん先生の仕事ですが、えっと、まあこんな格好をしてるでしょう。 左側エネルギーに対してエントロピーなんですけどこんな変な格好をしてるとしなさいこれのファネル型のエネルギーランドスケープと呼びますそうするとあるところに2点で共通接線を引くことができてそうするとその逆数の傾きの逆数の温度のところで2つの状態が共存しますでエネルギーの低い側が機能を持ってる天然構造でエネルギーの高い側はそれが壊れた変成状態でその温度ぐらいのところでえっと エネルギー横軸にして自由エネルギーを書くと,、えー、と天然構造に相当する山とあ谷とそれから編成状態に相当する谷があってそれが、えー、と自由エネルギーの山で隔てられているということになります。つまり天然構造と成状態っていうのののは区別つつくことでこういうのをこの業界では二状態転移と言いますが、えー、と物理の方々はまあ要するに一時転移だねと思ってく,れ,くれればそれでいいです。 でこういうふうになっているはずです折れたたむタンパク質はこういうふうになってるはずですというわけですさあそれでですねモデルですよ、えー、簡単なモデルじゃないとやってられないので我々はアミノ酸4種類のモデルを考えました、えっと、20種類のアミノ酸を大きく分けると疎水性のアミノ酸水をはじく疎水性のアミノ酸とえっと 電荷を持って疎て水,水性のアミノ酸2種類 H1H2 それから、えっと、極性アミノ酸2種類 P1P2 というものを考えて、えっと、それがですねつな、えっと、がった紐、えっとアミノ酸は丸一つは丸一つぐらいの雑把さでそれがつながった紐はえっは、と、正方向子の上に乗っているよっていうものすごい簡単なモデルを考えました構造は正方向子に限定されてでこれに対してこの真ん中の図のように 活性部で機能はどうせ形で決まるから、えー、と外側に極性アミノ酸が2個来てそれからそれのすぐ内側に疎、えー、水性アミノ酸が2個来るような形があればこれで機能があるというふうに定義しましょうというふうに考えます。す。そうするとさまざまな構造をとりますけども例えば真ん中のやつはような形を取ると,、えー、と機能がありますし、えー。四角で囲んだところに活性部位があるで一番右のような構造を取ると機能がありません。 で機能がある時にイコール1ない時にイコール0になるような変数イというのを用意します。それでさまざまな形になれます、えー、とアミノ酸の並び方をつながり方を決めるとそれは正方向性でさまざまな形になれます。 形ごとにエネルギーとプサイを計算してあげることができるのであとは学部で習った統計力学の手法に従ってえっとプサイの熱平衡値というのを計算できますつまりある温度での機能の強さというものをえっとその定義することだけですそれを F としましょうでそれをエネルギーであるかのように思ってえっとマルチカノイカの方で計算したのがこれですえっと温度は1.0という温度ですけどまああまり意味ないですけど1.0という温度です大体まあ相互作用ぐらいの強さの温度です で、これ見ると、えっ、ー、と、横軸がその F の値で、えっ、ー、と、縦軸が各 F を持つ、えっ、ー、と、アミノ酸配列は、アミノ酸のつながり方は何種類ありますかっていうのを書いたものなんですけれども、えっ、ー、と、急激に珍しくなって、高い F を持つものは、えっ、ー、とさ、非常に珍しくなるということがわかります。じゃあ、その一番高い F を持ったのはどんなんですかっていうのを調べるとこんなもんで、えー、と一番低いエネルギー状態はこれ、この一番左の A で、これ、天然構造ですけど、ちゃんと機能を持っている。 えー、大事なのはそのエントロピーの絵でこれちょっとマス、えー、フラットになって上がってきますでこれちょっと変な絵かもしれませんけどこれが格子モデルでいうファネル型のエネルギー、えー、ランドスケールですで実際この,の1.0の温度であオレンジの線だけ見てくださいそから右側がその、えー、と自由エネルギーを描いたものですこれもオレンジの線だけ見てください、えー、そうすると確かに天然構造一番低いエネルギーのところとがあってそれから自由エネルギーの山があってえっ、ー、と ままた別のの構造が来るので確かに二乗体定になっていますねだから一番 F の大きいのは二状態転移ですでだから折れたたむタンパクができたわけですねでそれがえっとえー、まあ進化を実際に試しにしランダムなアミノ酸配列から進化させたらこれできますかっていうとまあたまにできますでも必ずこれになるわけではないだけど進化では大体大体できる 別の配列だけど、例えばこれが進化でできた例なんだけどファ、えー、ネル型のエネルギーランドスケープを持っていて二乗体定位になるというものができます。だから、えー、と進化させると機能が高くなるように進化させると確かに折れたたむタンパクができるというわけです。でこれが、えー、と適用度が低い場合です F がちっちゃい場合の例ですけど2状態転移になってないわけですね。だからら F が低いい。やつは全然、えー、二乗体定位にならない で、えっ、ー、と今日は言わなかったんですけど、これ実は温度が高すぎても低すぎてもこうならないんです。適切な温度範囲で進化させた時だけ、こういう現象が起きます。というわけで、えっ、ー、と機能を進化させると折れたタムタンパク質ができますよ。というのがわかりました。で、えっ、ー、と、これは言い換えると折れたたまないと機能は高くならない。 でそういうい意味で折れたたむっていうことは進化の選択圧になってないんだけど機能が進化しなさいという選択圧だけで折れたたみなさいというのが自動的に、えーとえー、要求されるだから我々はこれを機能と折れたたみ能力の強進化と呼んでいますでそれが適切な温度範囲で進化させた時だけできる高すぎても低すぎてもダメである、えー、美しいですよねこの話は <laughs> 美しいと僕は思います <laughs>、えー、で これ今すごいおもちゃのモデルでや,やりましたよね。だかタンパク質だって言い張ってるけど、ただ丸4つじゃんというわけです。だから逆に言うと、これタンパク質でなくてもこのシナリオに成り立つんです。だから例えばどっか別の銀河系にいる生命がタンパク質じゃないけど機能のある高分子を使っているとしなさい。そしたらこのシナリオを成り立つはずなんですね。機能のある高分子を使っている限りこれが成り立つはずです。進化の過程でこういうことが起きているはずです。という,ふうに考えられます。 だから、えーと、タンパク質に限らない極めて普遍的なシナリオであると、えー、僕は考えています。というわけで、えーと、ここまで2つのお話のまとめをいたします。まずですね、平行統計力学の計算手法であるマルチカノニカル法というのを使うと進化を議論できる。で、この議論は、えー、とこ,のこの手法はまだほとんど使われていません。えー、と我々のグループ以外だと広、えー、島の斎藤年さんが入っている論文だけです。だけど <laughs> もともとがスタートが斎藤菊池なのでそういう意味で言うと外は広がってないんだけどこれは、えー、と非常に強力な手法であると同時にこれでやれることあるいはやるべきことっていくらでもあるのでこれから広く使われると僕は信じていますただし僕自身はもうこれからそんなにたくさん研究できないので僕自身がやれることはそんなにないと思うのでもし関心のある方おられたらぜひご連絡くださいいくらでもあのお話あの方法はお教えします それからこれまでの2つの話は全部ものすごいおもちゃのモデルでお話してきました。でさっきのタンパクの話でだけどだけどだからこれ他の全然タンパクじゃなくてもこの話成り立つよねって言いましたけどそういうことだと思うんですね。問いモデルだ生き方いろいろあるんだけど問いモデルだからこそ普遍的なことが言えるという面は、えー、と確実にあるはずで、えー、と問いモデルであることを恐れない方がいいだろうと思っています。 でえっと、学際物理学の中で生物物理っていうのは非常に大きな分野です。で生物への向き,向き合い方はそれぞれあります。えっと、リアルを追求すする人もいますそれから僕らのように何かこうおもちゃモデルで何かっていうのは極めてニッチなんですけどもこの方向性も、えっと、これから、えっと、進めていくべき方向性であると考えています。えー、じゃこれが、えっと、学際計算物理学の、えっと、今日と明日という話でした。じゃあ最後に おまけこれからのことなどお話しいたします。あ、もう時間があまりない。えっとこれからの予定ないです。何もありません。<laughs> えっとどこかどこかの大学に勤めるとか研究所に勤めるとか一切そういうことはありません。ただえっと家賃費はあるのでサイバーメディアセンターの小平教授というものにしてもらいます。えっと黄色で書きましたけどお給料はありません <laughs>、えー。研究テーマは家賃費が今の続きなんで今の続きはあります。えっと統計力学の使用によってえっと何らかの意味で生命の不連性を考えていきたい。 でそれによって言、まあ、論文を時々出してそから年に一度ぐらい国際会議に出られればいいなというふうに考えていますでそれ以外のことですけど、えー、まあちょっと熱力学と統計力学の教科書を書きかけているのがあるのでこれ書きたいなと思っていてまあ出してくれるところがあったら出してください他のことも書きたいかなと思っていますそれからあとは放浪生活ですかねお金なくてもまあいいかなと面白いことがあったらぜひ誘ってくださいあとこれはどうしますればさっき さっき選考長からお話があったんでもういいかもしれないですけどサイエンスフィクションを書いていて、えっと、なんか賞もらったんですけど、えっとまあ、短編集とかね出せればいいんですけどどうなるかは分かりません無理かなそれから音楽もこれは僕が出した、えっと、作品の一部ですけど、まあ、CD とかねあのせいぜい200枚ぐらいしかすらないんですよそういうものをやっています、えっと、そういうものを続けていくことになるかと思います えー、そんなわけで名前で本当にどうもありがとうございました。えっ、ー、と僕のお話はこれで終わりです。えっ、ー、と本当にありがとうございました。<laughs> えっと質問とかあの多分少しぐらい時間あると思います。えっ、ー、とプライバシー以外はお答えしますので、じゃ <laughs>、えー、どうもありがとうございました。